移動させられる前にマイケルズのとこに行かなきゃ。バワリーに着いたけど、マイケルズ博士は？準備はいいですか、博士。それがデビルズブレス。GR27 だ。あれは、まあいい、気をつけろ。奴らの手に渡れば。大丈夫、我々は無敵です。ああ、そうだろうな。コード381、ケースを移動する。博士、こちらに。今のは何だ？はいはい、だろうね。ユリ、マーティン・リーを追ってる。博士とデビルズ・ブレスを奴に奪われた。了解、そっちに応援を送る。博士は無事だよ、今のとこで。生かしておいてデビルズブレスを作らせるつもりね。あのトラック止めないと。っていうより戦車後ろから行けそう。して全ての罪人を裁くでしょう。ごめん。リー、そいつを渡せ。
張ってる。もらっていくよ。何するつもりだ。貴様も生まれ変わるがいい。なんだよこれ。この時をずっと待っていた。この力があれば誰もが思いのままだ。ずっと見ていたよ。視聴者に来るかと思ったが、なぜ君は来なかった。これは現実、それとも幻覚。ヒーローの不在で多くの命が失われるとは実に残念な結末だ。君と出会ってしまったことで、あの巡査はここに来る羽目になった。ノーマンの野望に利用されていると知らず。だが肝心のノーマンは一体どこにいた。こそこそ逃げ出したんじゃないのか。何が起こるか知り、奴は逃げ出した。そんな男が市長だと。ノーマンはこの町にはびこる病原菌だ。病原菌など跡形もなく消し去ってしまえばいい。嘘で塗り固められた仮面をこの手で剥がし、奴の真の姿を白日のもとにさらしてやろう。仮面をつけろ。闇を解き放て。遠慮しとくよ。必ず貴様をひざまずかせてやる。まずい。罪のない人々、貴様のせいでこの世から去ってしまった。リーさん、彼らを殺したのはあなた自身だ。君の力があれば、オズボーンを止められる。さあ、心を委ねるんだ。多くの人々が倒れゆくのを、貴様は黙って見ていた。全員救うことなんてできない。何を悩むか。一人の命、大勢の魂が救われるんだぞ。鏡の見物をするだけのオズボーンを貴様は守るというのか。これは夢だ。真の力を解放しろ。さあ、膝立ちきれ。そのマスクを剥がし、真の姿を暴いてやる。影のしもべたち、私の力を受け取れ。あなたを闇に置き去りになんてしない。その体から魂を抜き去ってやる。邪魔。さあ、光を取り戻すんだ。嘘だ。無事ですか。盗まれたか。ええ、まずいですよね。かなりな。人気者ですね。解毒剤は？奴らが。ディディスコイ。何がスーパーヒーローだ。人を救うどころか事態を悪化させるとはな。貴様のせいだぞ。僕のせい。護衛してたのはあんただろ。なんだよやる気。
やめないか。今はそれより市長に報告だ。彼女と行くよ。ありがとう。君は恩人だ。ユリ、マーティン・リーの居場所まだ見つかってないの？コーヒーショップの目撃情報だと、衝突の後、黒いセダンに乗ったって話。黒いセダンね、どうも。ちょっと待って、車のナンバーだけど、巡回していた私の部下が見つけてくれたの。黒いセダン、カナルとハドソン近辺の駐車場よ。さすが敏腕デカ、行ってみる。スパイダーマン、もしもし、聞こえるか？マイケルズ博士、どこで無線を？セーブルから拝借してね。いいか、奴らはデビルズブレスを交通ハブで使うだろう。空港、バス停、それに電車の駅。そうなれば感染は止められんぞ。そもそもなぜ街中で生物兵器を開発してるんです？北極とかで開発すればいいのに。ノーマンにとって特別なものなんだ。何十年も執着してる。連邦法や州法にどれだけ違反していても彼は気にしない。市民にバレたら再選とはおさらばだね。再選どころか、ハーグ条約の戦犯レベルだよ。なぜ僕にこの話を？あなただって共犯者でしょ。ああ、その通りだ。だが、リーのおかげで目が覚めたよ。これ以上見過ごすわけにはいかない。きっと君ならば、正しい行いをしてくれるだろう。頼む、この過ちから町を救ってくれ。